どうも、高井です。男女の思考違いが分かれば扱い変わる。男性のか女性のかっていう知識がないと、ついつい自分自身の思考を基準にしてしまって相手を判断してしまう。それだと人間関係のトラブルに巻き込まれたりして、あなたにとってデメリットが多くないですか？この本は全5章からの内容ですけど、今回0章と1章の内容をこちらにまとめました。読み上げていくのでご視聴ください。自分が男性の傾向が強いのか女性の傾向が強いのかについて、男性のか女性のか見極める2本指の法則。これは人の人差し指と薬指の長さを比べると、どちらの指が短いか長いかで男性のか女性の判別がつくというものです。男性の特徴は人差し指よりも薬指が長い音です。ほとんどの男性はそうなっています。女性の特徴は薬指よりも人差し指が長いことですが、女性の中には結構な人数で人差し指よりも薬指が長い男性の人が含まれることで気づかれるでしょう。男性でも人差し指と薬指の長さがほぼ同じくらいという場合は、女性の傾向も強いことになります。男性のと女性の違い。男性の論理的、モノタスク、冒険思考、空間認識力強、個人型、数理概念に強い。女性の感情的、マルチタスク、安定思考、空間認識力弱、共感型、言語力に富む。モノタスクというのは一つのことに作業を集中し、マルチタスクは複数の同時作業ができることを言います。男と女の思考パターンを知れば、仕事も恋愛も人生全てが好転する。異性を知れば知るほど、その副産物として同性をより深く理解することにつながります。男性の脳と女性の違いを理解して上手に相手をコントロールしていけば、必ず人生の成功につながるわけです。男は女の最初の恋人になりたがるが、女は男の最後の恋人になりたがる。オスカー・ワイルド。男はなぜ突然黙り込むのか。会話中予告なしで上の空になる男性の仕組み。ねえ、そう思わない？だってそうじゃない。それって何なのかな。私ね、思ったんだけど、あの人が最初に言ってくればよかったよね。そうでしょ？ねえ、私の考えの方が当たってると思わない？ねえ、どうしたの？気分でも悪いの？ねえ、どうしたのよ？返事してよ。ああ、大丈夫。気分は悪くないよ。私が言ってること変じゃないでしょ？うん。ああ、変じゃない。そう思うよ。でしょ？だから私って、それはあの人に言った方がいいと思ったのよ。うん。まあそうだね。それはいいと思うよ。なぜこうなるかといえば、モノタスクの脳だからです。男が逃げてしまう女の危険な話し方。構わずに自分の話を一方的に続ける。自分の問いかけへの返事を催促する。何を考え込んでいるのか問いただす。いずれも正しくない対応です。男性が殻にこもって押し黙ったら、しばし放っておくことが一番になります。考えを集中し始めたら、それ以外のことを考えられなくなるからです。こんな時、女性は女性同士の時のように習慣で共感的に接しようとするのです。どうしたの？何か心配事でもあんの？ねえ、私にも話してよ。男性にはこうした問いかけは、あなたが足りないから私は助言してあげるよと聞こえます。男性よってプライドを傷つける女性の対応になってしまうのです。女はなぜ突然泣き出すのか。したたかな女性の方が涙を生み出す。昔から女の涙は武器と言われます。男性に負けそうになったら泣くことで局面打開を図られることを、子供の頃からの経験によってとてもよく知っているわけです。目の前の女性に泣かれた男性は、弱い女を泣かしたひどい男というレッテルを除き、言い知れぬ罪悪感が生じてくるのです。女性の涙を止めるたった一つの方法。つい機嫌を取るべく安い言葉で情報案を提示したくなりますが、あえて泣き止んでもらおうとしないことの方が実は大事なんです。女性が歓喜を当て泣き出したら、静かに黙って見守ることが大事です。男がやんちゃ自慢を従う心理。競争のだからかっこよさを勘違いしている。相手より優位に立ちたいというのが男性の本質だからです。強さのアピールを履き違えた男性は、女性の前でもオラオラ系を出せば女性の気を引けると考えてしまう傾向にあるわけです。男性は女性よりもメンタル面は弱いのですが、それゆえの反動で強がって見せたがるという側面もあるのです。男性の勘違いをそのままにしておくと厄介です。素やで単純な男を知的で紳士的な男性に改造する。
清潔感があり女性を守る気概に満ち溢れたジェントルマンが理想の男性像。共感志向の女性のは好戦的なタイプの単純な男性よりも知性と教養に満ち溢れた男性を好みます。やんちゃ自慢を始めた時にはさらりと褒め言葉で受け流すことです。うわすごい、めっちゃ詳しい、頭いいんですね、すごく難しいことに取り組んでいたのでかっこいい、うわ女僕はすごく分かってるよね、素敵など、相手を自分の求める方向性に誘導したい時に使うラベリング効果という心理誘導法になります。女が出世をしたがらない真の理由、女性の安定を求めている。女性が昇進を望まない理由は恋愛や結婚が遠のきそうだから、プライベートの時間が制約されているから、家庭との両立ができなくなるからなどが挙げられます。働く環境が問題というわけです。しかしそれ以前に組織の中で肩代わり気が変わり序列をつけられるとともにもともと抵抗あるのです。女性の共感の原理で動いていますが周囲との協調に重きを置きたい傾向になります。女性のモチベーションを高く維持したまま昇進をさせる方法、女性が昇進しても良いと思える条件は何といっても働く条件の整備の方にかかっています。女性管理職の時短勤務、女性管理職のワークシェアリング、女性が家庭生活と両立できる労働環境を用意し、いつでも自由に休暇が取れ、しかるべく報酬アップが約束できるというのであれば、やりがいを持って仕事に取り組み、昇進にも前向きになってくれるはずでしょう。なぜ男はゲームに熱狂するのか。金、時間を失ってもドハマりするわけ。ゲーム依存症の男性はまず第一に夢中になれるものはないことが言われます。仕事や現実の生活がうまくいっておらず、ストレスが蓄積されて、その代償行動でゲームにハマっているからです。ゲーム以外の楽しみはゲーム依存をやめさせる唯一の糸口。スマホやパソコンを取り上げれば解決すると言えば全くの逆効果です。ゲーム以外に楽しみを見出すほかに解決の糸口じゃないと言えるのです。彼女と一緒にいるのにゲームに没頭する彼氏がいたら、ゲームするんだったら私は帰るねときっぱり言うことです。実際に帰ってしまえばゲームに没頭していた男性は後でハッとなって理性を覚醒してくれる可能性も高いからです。日常生活のストレスでゲーム依存症などの男性には共通のスポーツの競技、レジャーを楽しむ、映画を見るなど別の代償行動でも癒される可能性が高いのです。なぜ女性は可愛いを連発するのか。女性の可愛い発言は裏側に深い意味が隠されている。男性は見た目の可愛さは重視ですが、女性は全体的に見たイメージ、中身のイメージ、仕草や動作のイメージといった具合に可愛いの定義が広いのでそうなります。女性が何かして可愛いと口にして男性に語りかけている時にはどんな心理が働いているんでしょうか。それは可愛いという自分が大好きというアピールであったり、自分のことも可愛いと感じてほしいという深層心理があるのです。意味不明であってもすかさず本当だ可愛いねと応じてあげると、女性の共感の喜びが広がっていくことを覚えておきましょう。返事を間違えると女性の信頼を失ってしまう。女性が可愛いと口にしたとき、無粋な男性はよくどこが可愛いのだと女性に聞くといただきます。そんな言葉を聞くとこの人と合わないんだなと感じてしまう。女性は男性にも一緒に可愛いと言ってほしいのです。肝心の点は女性から可愛いという男性は恋愛の対象ではないということです。男は特別のものに金をつぎ込む。高級品が男の共栄心を満たしている。独身男性に向けた各種アンケートの調査によれば、結婚相手の女性がブランド好きというのは NG とした人が7割か8人も寄っています。理由はブランド物は高価というイメージから贅沢な女、派手な女、金遣いが荒い女という女性像が浮かぶからだそうです。高級品を求めるマニアックな男性は少なくありません。給料がまだ安い若いうちからこうした特別なものにこだわる男性心とは一体どうなっているのでしょうか。ブランド好きの女性と同様に高級品を身につけるようなことで自己価値を測る心理です。高級品イコール高品だからこそ価値ある自分にふさわしいと思いたい共栄心なんです。コレクション趣味や禁止するも放置せよ、これは男性の持つ子供っぽさの象徴であります。子供の頃に何かの憧れを持っていたことに大人になってからその実現を図ろうとする内発的達成願望の発露なんです。人間より物に関心があり向く男性は浮気に走りにくいとする研究もあるくらいですから、女性は男性が大金をかけない方が多めに見てあげるよりないでしょう。男、いや女は男よりも嫉妬の感情が激しい。女性の上に
男性を束縛したい心理が強く持つ。女性の方が嫉妬深いと考えられているのは、恋愛の時に嫉妬心から彼氏を束縛する行為が女性の方により目立つからに他ならないでしょう。自分よりも他人が優遇されていると感じた時に不公平と思うことで生じる感情です。女性は彼氏のことが好きであれば好きであるほど気が切れなくなります。彼氏の関心が自分が離れていくのではと恐怖に思うからです。自信を植え付けて嫉妬心を消し去る。男性の中にはわざと付き合っている女性の嫉妬心に火をつけて喜びを絡めます。その女性の女友達を褒めそうふやかしたり、やたらと会いたがってたりするのです。こんなことをされると女性は嫉妬心から女友達との人間関係がおかしくなってしまいます。男性は女性から嫉妬されていると思うと嬉しくない一面があります。モテていると思えば思うほど自分に自信がみなぎってくるからです。女性の中には自信のなさから、ねえ私のことどれくらい好き、ねえ今何してたの、昨日は誰と飲みに行ったのなどと聞いてくるケースも少なくないでしょう。これは男性にとって一番うざがられる行為です。男性のは一切の束縛を嫌う性質だからです。失敗をいつまでも引きずる男の心理。なぜあの人はいつまでも学歴の話をするのか。大学を出ても偏差値コンプレックスに生涯悩まされるといった人も男性には多いでしょう。会社組織などに属している人と定年までその呪縛から離れにくいのです。使用の失敗イコール学歴や偏差値の低さと無意識に結びついてしまうからです。男は女性の取り入れることをチャンスは倍増する。女性は日々のプロセスが大事であって、男性のように就職の結果にこだわることはないのです。男性は物事のプロセスよりも結果は全て、仕事に失敗しただけでずっと引きで落ち込んでしまいます。男性は話の展開が自分中心ですが、女性の場合はみんなはといった視点が多く入り込んでいます。挑戦したプロセスというこそ喜びを生み出す女性の視点を取り入れるべきでしょう。以上でゼロ章一章終わりですが、かなり参考になったのではないでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。